こんばんは。はい、マテリアルの坂上五郎です。はい、カモイの日浦です。ということで、誰も興味ないと思いますが、丸坊主になってます。さっぱりしましたね。いやしかもね、これね、おもろいのが長崎で切ってきたっていう。長崎で大阪で切ってない。もうね、長崎着いた瞬間暑すぎて俺もう無理と思って切りに行きました。はいはい。長崎の方が暑かった感じですか？いや、暑かったっていうか、結局ほら、なんか梅雨明けてすぐぐらいのタイミングやったんで、もうなんやろ、この暑く、もうほんまにね、歩いてて日射病っていうか、はいはい、熱中症になるかなっていうぐらい本当に暑くて、その中を僕吐き、奥さんの実家が神社なんで吐き掃除とかやってたんですよ。あ、ずっと外にいたから、ね、そう、結構やばかったんですよね。で、実はですね、買っちゃったんですよ、買っちゃったんですよ、帰りのね、はい、お土産コーナーに置いてあったんですよ、この T シャツが。これこれ、はいはいはい、これね、英語は苦手なんで言いません。で、何を書いてあるかっていうと、これ実は坂本龍馬の、はいはい、名言というか、19歳の時に読んだ句と言われている句がありまして、はい、世の中の人は何とも言わばいい、我がなすことは我のみぞ知るっていう、有名な句があるんですよ。で、これを英語にしてやる。だからそう思ってみてくださいっていうやつね、はいはいはい、で、後ろ背中見えるかな、こんな感じで JR 長崎の、はいはい、売店というか、お土産コーナーで売ってましたね。はい、もう他のお土産何も買うもんないんかってツッコミが入るんちゃうかなと思うぐらい思わずこれを買ってしまいました。はいはい、まあ感染には気をつけながら、もうマスクしてちゃんと手洗いして行って帰ってきて、誰も、感染してませんので大丈夫です、はい、今のところ。1週間ぐらい行ってあったんですか？そうですね、1週間ぐらい、まあ奥さんの実家にちょっと帰らせていただいてたんですけど、はい、お疲れ様です。はい、まあ、T シャツでちょっとあれなんですけど、うちもマテリアルで、新ブランドを立ち上げて。新ブランド、新ブランドですね、まあ、とりあえず売るのはエコバッグです、最初は。おお、いいですね。ちょっとエコバッグ、いい、ね、手作りエコバッグからスタートして、手作り、まあ、今までずっと T シャツがあるじゃないですか、あれにまあロゴを作ったので、ほうほうほう、ダッキーマテリアルストーリーっていうブランド名なんですけど、LM ストーリーっていう感じで、ちょっとロゴがあるんですけど、それまた渡しますよ。はい、流れると思います、ここに。はい、そうなんですか。で、それでまあちょっとエコバッグあったらいいんじゃないかなと思って、ちょっと作ってます。なるほどなるほど、まあ、そこからなんかシリーズ展開して、はい、まあ、また T シャツができたりとか。そうですね、今まで T シャツにロゴ、はい、タグは全部つけていこうかな。はい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 、はい、なるほどなるほど、はい、へえ。で、そのまあ LM ストーリーのロゴの T シャツも1個作ってっていう感じですね。なるほど、はい、なかなか攻めてますね。そうですね、何かしら何かないかなと思った時にエコバッグ欲しいなって、袋もらえなくなったじゃないですか、はい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 、確かに。あの時もずっと僕ちっちゃいやつを、はい、あゆさんにもらったやつがあって、うん、それずっとポケットに入ってるんですよ、うん、コンビニ行ったら、うん、袋いらないよって言って、うん、そこにピュッと入れて、うん、意外と便利なんですよ、ね、ちょっとエコバッグ持ってたらいいんちゃうかなって、で、まあ、エコバッグ作られへんのかなって、はいはいはい、なんか作れるよって言ってたんで、はいはいはい、あ、じゃあなんかしようよ、じゃあどうせならブランドにしようやみたいな。もうなんか何かしようよって普通にさらっと言いましたね、今。ああ、何かしようよね。もうイベントタイトル今さらっと言いましたね。はい、なるほどなるほど。なるほど。そんな感じなんで、またまた、ちゃんと発売、そうですね、販売しだしたらまた詳しく言いますわ。そうですね、はい、またここで紹介していただいて。今準備中なんで。了解です。はい、楽しみ楽しみ。はいはい、まあ、これからね、はい、そのエコっていうかエコバッグというか、そういうのってね、非常に社会としてこう取り組んでいかないといけない課題として言われてますからね。はい、はい、いい感じじゃないでしょうか。うん、じゃあ、まあそれもまた皆さん楽しみにしててください。はい、お願いします。はい、でですね、今日はですね、はいはい、ちょっとメインテーマというか、はい、話題としてですね、はい、まあ、実は訃報の話なんですけど、7月30日にですね、はい、富山茂彦先生っていうお茶の水女子大の名誉教授をされてた、有名な先生がいらっしゃるんですけど、はい、この方が亡くなられたんですね、はい、まあ御年96歳ということで、まあ、大往生だったんだろうなと思うんですけれども、ね、なんで僕この方の話題をしたかというと、僕この人の本を買ってたんですよ、はいはい、思考の生理学っていう本がありまして、でこの本に、まあ、すごい、まあ、助けられたというか、まあ、いろんなその、示唆を受けたというか、そういうのがありまして、まあ、簡単に言ったら
あの人間の中にはグライダー人間と飛行機人間がいるっていう、うん、この2種類なんだみたいなことが書いてあったり、ね、うんうんうん、まあ、要は先生に何でもかんでも教えてもらうのが当たり前、うん、だから先生にお膳立てしてもらって、はいはい、ここへこのテストこれ受けなさいね、この範囲だよとかって全部やってもらって、はい、テスト良かったね、はい、じゃあ次上上がりやーってこうやって引き上げていってもらうタイプの人か、はい、それともそんなこと言われなくても自分でしっかり勉強して、うん、で自分の力で上がっていく人かっていう、これでこれって自力の違いが全然出てくるじゃないですか、うん、はいはい、うん、だからあなたはどっちですかと。日本人っていうのは結構あの学校教、うん、何でも何か始めるとすぐ学校に入る、はいはい、何々専門学校行く、何々スクール行くみたいな、うん、そういうなんかスクール人間、学校人間みたいなのが多いから、うんうんうん、そういうのはどうしてもグライダー人間になりがち、はいはい、だそういうことを改めていかなきゃいけないよねみたいなことがいろいろ書いてあるんですけどね、うん、非常に僕もあの勉強になったというか、はいはい、目から鱗やなってすごい思わされた本だったので、でまあその先生が亡くなられたというのをニュースで見て、ああそうなんやって、まあまあ96歳ですからね、はいはい、はい、まあもちろんそのね、より長生きしていろいろ教えていただければっていうのはあるんですけども、96歳っていうことは、うん、その本書かれたのはだいぶもう昔、いやもうめちゃめちゃ前ですね。そうでしょうね、はい、だって、何年前なんだよ、初版なんでやったっけ、そこ確認しなかったけど、でも30年ぐらいロングランヒットなんですよ。すごいですね。うん、でそれがね、またね、あの面白いのが、ある書店の店員さんが若い時にこれを読んでいればっていうポップを書いたことで、はいはいはい、それであの、うん、そっからまたあの売れちゃったみたいな、そういう伝説があったりなんですよ。はいはいはい、あの長く広くいろんな人に読んでもらってる本みたいなんですね。で、あの特に東大生の教科書ぐらいの勢いで、教科書じゃないんですよ、はい、でもみんなが読んでるぐらい、それぐらいあの非常にあの売れていた本だっていうことなんです。まあ多分亡くなられたということで注目されたので、また売れるっていうのはあるんだろうなと思うんですけど、はい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 、いや、いやだからなんていうんですかね、そのまあ僕らもほら今までいろんな話してきたじゃないですか、でまあまあ、 あの芝居のことだったり役者のことだったり演技のことだったりいろいろ話してきますけど、でも最終的には何の話してても同じとこ行き着くじゃないですか、うんうん、あのやっぱ頭使わないことには何も始まらないし、うん、その頭を使うって言ったってただ正しい計算をするのがいいという話ではなくて、はいはいはい、どういう道をたどっていくのかっていうのを自分の頭で考えて判断して処理していくっていうのをこう繰り返していかないと、絶対に溜まっていくものもないし、で成長もないっていう話にどうしてもなるんで、まあ、そういうので悩んでる人とかはもう絶対読んだ方がいいっていう本ですね、はい、まあ、思考がね、思考の思考力っていうか、うん、まあ、ちょっと僕もちょっと別に思考の勉強してるんですけど、うん、まあ、僕今基本的にはアドラー心理学っていうか、あアドラー、はいはいはい、多分似たような感じだと思うんです、はいはいはい、基本的にはどうしてもその個人心理学になるんで、うん、ちょっと誤解されやすい、はいはいはい、あの嫌われる勇気とかのね、そう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 、はいはい、もうあれは本当に僕もあのあなるほどねっていう、その人の思考のその複雑さっていうのが全くいらないっていう、うん、もっともっとシンプルに考えていくっていうことがやっぱりこうあの自立していくところにつながっていく、ね、はい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 、さっきのグライダーとその、はいはいはい、エンジン型っていうのがね、うん、そうです、やっぱりエンジンの方は自立しているわけじゃないですか、うん、でもグライダーの方はいつまでたっても自立してない。そうなんですよね。そこの違いがやっぱり明確に出てるのがアドラー心理学かなっていうのがあったので、うん、結構面白いですよ、いろんなことで。いやいや、あの、うん、僕もアドラーはちょっと勉強はしたんですけど、あの全然話ちょっと、うん、全然でもね、ちょっとだけずらすんですけど、うん、あの嫌われる勇気っていうドラマあったの知ってます？ありました、うん、カリナが主演、はい、カリナさんが主演、刑事役、そう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 、はいはいはい、あれであのなんかもうまるで感情がないような、はいはいはい、あの刑事のカリナさんが、うん、いろいろ言うのが全部あれアドラー心理学を元にしててっていうやつね。そう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 。であれで、でも、ね、面白かったのが、うん、あの、ヤマト君知ってるでしょ、ヤマト君。はいはい、うん、あいつがね、あの、嫌われる勇気を見てたら日浦さん思い出すって言うんですよ。なんでって言ったら、あの人が言ってるセリフ日浦さんがいつも言うてるって言ってあいつが言うんですよ。そうかもしれへんって。だから嫌われる勇気っていうか、そのそんなそれはお前の問題じゃないとかって俺よく言ってたんですよね。うん。あのうん、どうしてもほら人間って自分の問題じゃないことで悩むじゃないですか、はいはい、抱え込んじゃって、うん、あのいやいや違うね、あんたの問題ちゃうからそれ、うん、そんなこと気にする必要ない、
それは受け取る側がどう受け取るかっていう話やから、はい、それをあなたが思い悩んで そのなんかわざわざこう遠回しに何かしてあげるとか代わりに何かやってあげるとかやる必要も全くないから、うん、ね、その承認欲求がいらない、そう、まあ、そういう話ですよね。そうですそうです、うん、はいはい、それが考えてると面白いよね、うん、結構、うん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 、なかなかね、その全員が全員一気にはそのならないんで、ね、そういう方と付き合っていかなあかんので、こっちの思考をどう変えていくかっていうところをね、やっていけばもっと楽にこう楽しくいけるんじゃないかなっていうのがあるんで、俺がでもね、アドラー心理学を、うん、まあ、ちょっと勉強して自分なりに解釈した一個あるんですけど、うん、あのとりあえずね、憶測しない、うん、だって憶測する時間があるんやったらやること他にいっぱいあるやんって、うん、でそんなことでいちいち憶測してなんかあの果物いたりとかするよりも、うん、あのもっと別なことに時間使って相手が表で言ってる言葉をもうそのまま信用すればいいっていうね。そうですそうです。それだって その人はそう言ったんだから、もう他者信頼、そう、それをもう信頼しとけば別にいい話でしょ。騙されてももう、そうそうそう、騙されが何しようが全然いいんですよ。結果として自分があの傷つくというかそのいらん状況にならなければいいし、うん、でも仮にそれがその憶測当たってたとしても、うん、どうでもいい話だったりとかするんですよね、うん、そういうのってね、はい、憶測なだけに、うん、だから表で言ってることだけ信用すればいい、うん、あの特に SNS の世界ってよくそういうのあるんですよね。あのこういうあの言い方でやめてるというとか、うん、こいつはこんなこと思ってるみたいなことを勝手に憶測して広めるやつとか絶対いるじゃないですか、うん、それが炎上のもとやったりとかするみたいなね、はい、でそういうこと言われたら嫌やからこういう書き方をやめようとかってなんかそれって違うやろってなんでそんなことで疲れなあかんのみたいな話ね。まあ僕も実際そういうので疲れた経験があるから余計よくわかるんですけどね。文章はねやっぱりしんどいですね、うん、捉え方が全然違うんです、ね、そう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 、だって文章って自分はこういうつもりで書いてるけど反対側から見たら全然違う文章に見えるわけでしょ、うん、もうどう捉えられるかわかんないし、そう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 、まあよく撮ってくれたらいいんですけど悪く撮ってくれたらね、いやそんなつもりで書いたんちゃうやんみたいな、めんどくさいですよね。めんどくさい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 、めんどくさい、そうなんですよね。まあだから思考の話は面白い、いや面白いですね。いやだからあのまだ読んでないんですよね、思考の生理学。読んでないですよ。読んでないですよね。でだから一回読んでみてください。あれはね本当にね、あの、なんていうかな、そのこういう考え方をしてることによってそのいらんことやらなくてよくなるみたいな、もうものすごいいっぱい示唆されてるので、うん、あれは僕非常に勉強になりましたね。うんうん、なんていうの、あの例えばほら。あの僕が読んだのは実はだいぶ遅くてつい最近なんですよ、どっちかっていうと、はい、あの、数年前、そのそれこそシナリオセンター大阪校のと、うん、でその時に何かヒントないかなっていろいろ見てる中で、はい、あそんなにみんな読んでんねやったら読んでみようと思って読んでみたんですけど、うん、そうですね、あれを読んだおかげで、あのだから別にあの誰かの力借りて作品化するんじゃなくて自分で作品化したらいいやんと思ったんですよ、うん、ある意味だから自分で、まあ、別に監督になろうと思ってやってるんでもなく、ただ単に作品化したいという思いがあったから自分で監督をするしかないからやってるっていうだけのことなんで、まあ、それのきっかけになったのは多分富山先生の思考の生理学の飛行機人間にならなきゃいけないよねっていうところから始まってると思いますね。うん、まあ、でもまさに今ね、飛行機人間というか、あの思いっきりこうエンジン回しながら、うん、また新しいブランドまで立ち上げたりとか、そうなんです。だからほんまにそれを読んだ時に、うん、あの自立っていう、うん、あのキーワードできた時に、うん、よく考えると自立ができてない人が周りに多すぎるなって思う、うん、多いよね。あの人も自立、多いよね、結局できてないんちゃうかなっていうのが、やっぱりあるんですよね、うんうん、まあその人の生き方なんで全然いいんですけど、そう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 、もうちょっと自立すればいいのになーっていうのはやっぱ思いますけど、うん、まあそれはまあね、余計なお世話なんで、そう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 、あのもう一個ね、ほらアドラでも言われてるけど、うん、要するにその相手を自分の思い通りに動かそうとすると、あそれも無理、ね、もうストレスが溜まりまくるっていう、自分の仕事じゃない、そう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 、それはもうその人の仕事であって、そうですそうです、そういうのをいちいち考えるのはこっちの仕事じゃないってね、水辺、あの一応アドバイスはする、そう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 、その水辺までは連れていくけど水を飲むのは相手の、あの行動だっていうのが、ね、そうですね、うん、よくあの魚釣りとかっても言われますけどね、釣り方を教えるけど釣るはその人自身ね、はいはいはい、とかっていう言い方をします、ね、
ね、その通り、まさにその通りですよね。でしょ、だから釣り方までは教えてあげれるけど、そうです、釣ってるところをこう手添えてこうやこうやって、うん、それはおかしいな、ね、そうですよ、うん、だからね、逆に言うと自分もそうですもんね。そう自分が決め何でも決めれるんだっていうのがやっぱ思えれば、やっぱり好きなことできていくんですか。まあ、僕はもう勝手にやってましたけど、うんうん、よう考えたら、でもそんな、なんで我慢するんやろうっていうのが、うん、逆に分かんないっていうか。あのね、俺ね、あの今日たまたまね、はい、そういう話をしてたんですけど、はい、あの人間って思いつかないことはできないんですよ。うん、そうですよね。で、うん、思いつくってことは大概できる。ああ、ほぼできる、はい。これやろうって思った時に思いついたってことはやれるんですよ。うん、そうでしょうね。そうでしょうね。うん、できないこと思いつかない、ね。できないこと思いつかないから。人間って。だから、はいはい、なんか一瞬考えるとちょっとこれ口頭向けちゃうっていうようなことであっても、うんうん、実は筋道ってちゃんとあって、うん、それを必要だと思えば、うん、そのために必要な人が寄ってきたりお金が寄ってきたりとかっていうのが、うんまあ、あるとかって昔からよく言うじゃないですか、はいはいはい、でもあれほんまかなと思うけど、うん、ほんまやと思いますよ俺。あの映画3本撮ったりとかしていろいろやらせてもらってて、ほんまに必要やと思ったらその時に必要な人ってやっぱ集まりますもんね、うんうん、だから何やろう、そのやろうって踏み出しゃええねんけど、うん、踏み出さない人が多分多い、はいはい、まあ、踏み出せないというか、うん、踏み出すことすら考えてないかもしれない、うん、誰かに引っ張ってもらおうとか、うん、まあ、よう今その監督映画出してくださいとかってふざけんなこらって。もうね、いや、いいんですよ、売り込みは。全然いいんですよ。全然いいですけどね。ただ、ちゃんとお前、技術を磨きなさい。とかっていう話はね、はいはい、よくありますけどね。またこの辺の話、うん、またしたいですね。面白いですね。ね、そうですね。はい。じゃあ、富山先生に捧げる話になったかどうかはよく分かんないですけど、うん、そうですね、まあ、この話題はこれぐらいにして、じゃあ、はい、そろそろなんかうずうずしたはる人が。あ、おるんですか。なんかおるみたいなんですよ。みたいです。みたいです。はい。じゃあ、読んでみますね。はい。あゆさん食い気味できよ、食い気味できよ。はい。あ、はい、ありがとうございます。はい、店舗のイベントのお知らせに参りました。はい、あゆさんです。はい、はい、はい、あゆさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、今は店舗の方が、はい、お盆休みになってて、はい、16日まで店舗の方はお休みしております。はい、はい、で、お盆明け、はい、お盆明け、すぐにですね、17日の月曜日、はい、チームラッシュということで、はい、走ります。走る？走ります。走れんの？走れます。私だってね、小学校の頃ってすごいね、運動神経良くて、めっちゃね、マラソン大会ずっと3位以内でだったんですよ。すごいでしょ。いやすごいけど、ごめんごめんごめん、はいはいはい、なんで小学校話してんの。小学校が一番ピークやった。中学校も高校もあるやろ。ありました。行ってたよね、行ってたよね。行ってました、行ってましたけど、でもね、田舎やったんで、いっぱいいろんな人が集まってきて、もう早い子からいっぱいいたんですよ。それ都会も一緒やね。それ都会も一緒やね。そういうことが分かる。広いんです、広い範囲でバーって来るから。おー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 、へぇー。なんかそんな感じですか。あ、そうですか。小学校の時って3位に入った。2位とか3位、めっちゃいました。3組めっちゃ、俺ええわそんなもん。3、4組やったの、はい、それ30人学級とかよ。私多かったですよ。多かったあ、そうなんです、ね、多かったです。今、はい、わざとちょっと言った。多かったですよ。あ、そうはいはいはい、はい、やるんだよね。はい、走ります、はい、19時からスタートなんですが、はい、お店の方は、18時頃に入っていただいて、はい、お着替えやら準備運動やらしてもらって、はい、19時から走ります。お、じゃあはい、このお店の会話が走るのね。そうです、はい、なるほど。走ります。大阪城ですね。あ、そうやね、はい、だから、はい、皇居ランナーみたいな感じで、うん、大阪城ら白ランナーみたいな感じですね。はい、白ランを皆さんやりましょう、はい、一緒に走ってください、僕は来ません。一緒に17日待ってます。皆さんお越しください、はい、よろしくお願いします。で、その次の日が何かやろうよ、はい、大人の放課後ということで、はい、
意見交換会やら、趣向について、先の趣向についてとかもいろいろ話してみたいと思いますので、はい、皆さんお越しください。はい、18時受付開始となっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。無料なんですよね。無料です。両方とも無料です。はい、両方ともなんですね。お店にドリンクとか置いてるので、うん、それを買っていただいたらいいかなと思います。はい、着替えとか必要になります。こちらはね、はい、端の方は、ね、はいはい、お願いします。はいはいはい、ではでは、はい、私は帰ります。おーおー、早いね。はい、早いですか。いやいやいや、まあまあまあ、もう、はいはい、帰ります。帰るね。まあまあ、早く帰る、早く帰らんとな、終電なくなるからな。いや、大丈夫です。大丈夫、大丈夫、大丈夫じゃないんで。あ、そう、あ、そう。はい、じゃあ、失礼します。どうぞ。はい、どうぞ。いや、どうぞちゃうねんね。どうぞちゃうねんね。失礼いたします。はい、はい、はい、はい。今日はこっちから帰って。はい、はい、はい、じゃあ次行きます。高橋さん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ラブメディア高橋です。はい、シネマトゥーユーですね。でしたね。でしたね。アンクリーンしてもらいます。はい、今日はちょっと X メン。はい、はい、おーおー、X メン、はい、X メン来てきます。マーベル嫌いなんですよね。X-Men、嫌いなんだ。な、あの X メンだけ許して。ああ、そうなんや。ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、はい、好評につき、実は点点点。出た。映画、はい、出た。前前回香港のあるときにね、殺人、はい、殺人者でしたっけ、犯人でしたっけね、はいはい、あのそんな分かれへんやって言うた。時に、うん、エスターっていう映画の名前を出したんですけど、出しました、はい、出しました、はいはいはい、で、だいたい似てるよっていう話やったんですね。はいはいはい、今日はそれをまず1本目に持ってきましたけど、はいはい、この子どこが変だっていうね、キャッチコピーがついておりますけども、まあ、あの2人子供がいたんですけども、3人目の子供が流産して、夫婦がですね、また養子を、養女ですね、をもらうことになって、孤児院から9歳のこのエスターを連れて帰ってくるんですね。うんうん、あの、そうしたら、まあ、ちょっと大人びてるんですけども、でも、まあ、年の割に9歳の割にしっかりしてて手話も覚えるし、その、もともといた妹が、まあ、手話じゃないと喋れない、はい、であの男の子もいるんですけども、で、まあ、仲良くやってるんですけども、徐々にエスターが何者かが分かってくるんですね。9歳だのに、その、まあ、あのお父さんにですね、ちょっと誘惑したりするんですね。なぜ、そこはなぜっていうところから、うん、エスターは実は点点点なんですよ。はい、それ以上は言えない。とにかく見てほしい。これね、おっと、はい、この、パンフレットを表紙ありますけど、ここで見破れる人は見破れます。はい、見破れますね。はい、見破れます。はい、こっちを。はい、で、パンフレットの中にはですね、正体が暴かれるとき、全世界の信号が止まるって書いてあるんですよね。別に止まれません。止まったら映画見られへん。でもね、毎週ね、はい、そうなんかっていうね、でもそのネタバラシは割あっさりされます。ああ、そうなんや、ね。えみたいな感じ。はあ、はあ、このあっさりみたいな。そうです、そうですね。その辺、はい、このね、見終わった後にこれを見るとね、わかりますね。これ今見てないから、うん、ここに秘密隠されてるのがわからないけど、なるほど、見た方は多分、わかるかなと思います。はい、はい、で見ていただきたいと思います。はい、はい、これまあそんなに出てる方とかはそんなに有名じゃないですか。うん、はい、あのまあ監督がジャウム・コレット・セラという方で、はい、老人形の中田とか、no. はい、作った監督で、はいはいはい、私この監督の作もいろいろ見てるんで、やっぱりお気に入りは大々いいですね。なるほど、なるほど。でもまだこれプレビューね、サイトのプレビューね、うん、あんまり高くない、あの高くなくて、そんなんなっていうね話ですね。あ、なるほど、なありえへんやろっていう話でございますけどね。ああ、それが点々点ですか。そうですね、ありえへんやろっていう話だけど、はい、なんでね、そんな個人にいたんやっていうところもまた突っ込みたくなるかもしれません。はい、よろしくお願いします。そしてもう一本はですね、はい、映画殺しのドレスということで、はい、でこちら1980年のアメリカ映画でございます。はい、日本は1981年の4月4日公開なんですけど、関西はね、ゴーデングの作品です。はい、監督ブライアン・リー・パルマンでございますね。はいはい、キャリーとかね、はい、皆さんご存知で。はいはい、めちゃくちゃ有名ですね。これね、だからまあ、夫との、ちょっと生活に疲れた女の方がですね、浮気をするんですけども、その方がちょっと性病だったんです、はいはい、要するにそこでショックのあまりに、まあ、それまでカウンセリングを受けてたんだけど、ショックのあまりに、帰るエレベーターでとある人に殺されてしまうっていうところで、それを目撃した娼婦と、その殺された女の人の息子が、うん、
真犯人を探していくということでございますけどね、これもまあまあ今登場人物言いましたけども、この登場人物の中に実は点々点々、じゃあ来た、はい、来た、はい、これ主演がマイケル・ケインが、まあその、はいはいはい、女の人のカウンセリングの先生でございますね、はい、でこれ女の人はナンシー・アレンですね、あの、はいはい、結局監督の一時夫婦が出てて、はいはい、自分もね、はい、殺されてくる感じでございますけどね、はい、そんな感じで出てますんでね、はい、はい、ナンシー・アレンね、ロボコップシリーズとか出ております、あ、はいはいはい、そうですね、はいはい、マイケル・ケインもね、いろんな賞を取ってるんですけども、はい、この映画でですね、うん、ゴールデン・ラズベリー賞最低主演男優賞を取ったという出たでございます、出た、はい、最低主演男優賞そんなあるんですね、頑張ってるのね、頑張ってるのね、なんかなぜか取ったというね、はい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 、作品でございます、はい、はい、これすいません、今僕今あの落としちゃったんですけど、半券ですよ、それね、これ見に行った半券ですか、見に行った半券でございます、あー、はい、すげー、これほらほら、はい、ほら、これ言えますよ、はい、あの神戸阪急シネマっていうところで拝見しました、はい、出ます、先ほどのエスタはムービックス坂で言いました、一応そこまでは記憶に残っておりますが、はいはいはい、これどちらも好きな作品で、はい、これ結構ね、有名な作品、ね、有名ですね、はい、このだからパターンはもともとサイコがまあ元になっておりますけども、ね、はいはい、割合有名な作品 で、はい、で最後にね、実は点々点だったっていうね、はい、はい、好きでございますよ、はい、はい、実は何だったんでしょうね、ね、はい、ただエスターもね、実は男だったというネタではないです、はいはいはい、はい、はい、殺しのデースの先生が実は女だったっていうネタっぽいかな配信とか DVD レンタルでご覧いただきたいと思います、はい、はい、以上です、はい、はい、はい、ということで実は点々点のコーナーでした、はい1981年、うんうん、40年前だから、ほんまに10歳とか11歳とかですね、はい、すごいな、はい、そうね、まあ、新作僕紹介させていただきましたけど、はいはい、今でも通用するので、はい、そのあたりの作品を見てみたい、いやあのね、だからね、面白いのがこの時期のやつって、あの例えば金曜ロードショーとか月曜ロードショーとかあるじゃないですか、日曜ロードショーとか、でそのね、うん、あの例えば TBS なんかテレ朝なんか、はい、日テレなんか、それぞれがそれぞれの吹き替えやるんですよ、ああ、だから吹き替えの俳優さんちゃうかって、はいはい、だから TBS 版とかテレ朝版とかいろいろあるんですよ、でこれをあの意外とねキャラ違うかったりとかするんで、もう多かったですよ、うん、そういう見方したら面白い、ね、うん、だから声優さんがねどういう力の入れ方するかで全然また違ったキャラに見えちゃうみたいな、 DVD もね、何種類もですね、はい、海外サービスとかね見るというね、うん、現象になりますね、だからあのほらあるじゃないですか、例えばあのシュルベスタ・スタローンの声を、はい、あのロッキーシリーズは波佐間さんがやってるけど、はい、あのランボーシリーズになるとあの佐々木勲がやってたりとか、はい、であのね、いろいろなパターンあるじゃないですか、はいね、あのまあいろんな楽しみ方があると思うんですけど、はい、はい、ということで、まあなんか暑いっすね、とにかくちょっとやばいぐらい、あの本当に今月末までは相当高温が続くとかっていう話、そうですね、あの最初に僕言ってましたけど、あの外とかで出られる方は皆さんあのぜひあの熱中症とかね、はい、気をつけてください、まあ、今熱中症で倒れるとねコロナかどうかわからんという話で、はい、いろいろあの医療の関係の方に、負担がかかったりもしますんで、熱中症の方が怖いですね、いや本当にそうですよ、うん、あのだからコロナも気をつけなきゃいけないけど、このマスクもねずっとやってたらやっぱりしんどいっすよね、外歩いてる時撮ってますもん、そうそうそう、だから誰もいなかったら撮りゃいいし、うん、全然問題ないと思うんですよ、であの最近布マスクしてるじゃないですか、はいはい、でこの間ちょっとあのあちょっと走ったんですよ、うんうん、でびしょびしょになったんで、うん、気持ち悪いなと思って、あの簡易の使い捨てマスクあるんですよ、はいはいはい、むちゃくちゃ軽いっす、あ息が、なるほど、むっちゃいいやと思いました、なるほど、あじゃあランニングの時は、うん、あのぜひあの不織布の紙の、あのマスクに、してみられた皆さんいかがでしょうか、いいい、はい、ではではということで、はい、今回はこれぐらいで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ほらほら、はい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 、